ファファピコーはアメリカ合衆国出身の同国代表プロサッカー選手。ヒューストンダイナモ所属。ポジションは FW。カリアリカルチョの下部組織で育成されたが、トップチームには昇格できなかった。その後アメリカに帰国し、2012年にタンパベイローディーズンに加入。5月19日、アトランタシルバーバックス戦でプロデビューを果たした。 2012年シーズン終了をもって、ローディーズを退団。しばらく無所属の状態が続いていたが、2014年シーズン開幕前に、フォートローダーデールストライカーズに加入した。2015年1月、AC スパルタプラハに移籍しかし、出場機会は全くなく、6月17日に退団。2015年9月、FC。 ザンクトパウリ年延長オプション付きの単年契約で加入。2017年2月、アメリカに帰国し、フィラデルフィアユニオンに加入。2019年11月、30万ドルでの金銭トレードで FC ダラスに移籍。2014年9月9日、ハイチ代表に初招集された。その後、アメリカ合衆国代表への蔵替えを決断。2016年5月、 プエルトリコ代表戦でアメリカ合衆国代表デビュー。両親が共にハイチからの移民のため、ハイチのパスポートも所有している。ありがとうございます。